くん、田君、今日どうしたんだいつものふぐたくんらしくないじゃないか。世の中、暗いニュースばかりで気がめいるよ。長雨も続いたし。ワクチン接種も受けたばかりだものな。まあ、それもあるんだけどね。実はサザエから仕事終わりに飲んでくるのは控えてくれって言われたんだよ。あー、なるほどね。ついに。 磯野家にも緊急事態宣言が発令されたってわけか。そうなんだよ。だからごめんよ。君とまたお酒を飲みに行けるのはいつになるかわからないんだ。ああ、えー、もうやんなったやんなった。こんな仕事を毎日毎日やって。酒も飲みに自由に出歩けない。何が緊急事態宣言だ。こっちからグッパイ宣言してやるよ。 何でもデルタ株とかいうのが流行ってるそうじゃないか僕はビフィズスキンの友達かと思ったよこんなに世界的に流行してるのにオリンピック開催とかどうなんだろうねオリンピックってそんなに盛り上がらなかったけどどうやら選手村じゃ相当盛り上がってたみたいだよマイ毎ンマイブンドンちゃん騒ぎまるでプリズンプレイクに出てくる刑務所みたいに 大騒ぎしてたって話じゃないか。近所の住民から苦情殺到。なんとかしろって言っても、誰も何もしてくれない。バッハ会長はクラシックでも聞いてたのがな。一方その頃バッハ銀座を満喫中。こらそりゃないだろバッハ。まったくだよ。 選手には外に出るな出るなって言ってるのになんでバッハだけ出たんだろうねそりゃ君バッハ前に出るのが仕事だからなんて言ったって会長様だものバッハが出ていいなら僕たちだって出ていいはずだろ何なんだろうねこの社会格差バッハだけにバッなんちゃってアはは,は,は,は笑いよベジータ 命に選択権があるなら、僕だってテレワークを志望したいよ。ああ、でもテレワークはなネット環境がないと。そう、サザエさんの世界観を壊すから、携帯電話やパソコンは出てこないんだ。この一人一台、誰でもスマホを持ってる時代に誰もスマホを持ってないってどういうこと全くだよ。でも、昔ながらの日本の良さが凝縮されている30分間を、 全国民が楽しみにしてるんだよだからって君マイカーぐらい買ったらどうなのそういう時はジェ <J. S 1> <J. S 2> イ・カーイロンそろそろテレビも買い替えたいんだけどねあのダイヤル式はなんとかしたいな夏の暑さにも負けず冬の寒さにも負けずふぐたくんは今日も元気はつらつがってんだまあ季節を 肌で感じられるからねここはスポンサーのアマゾンさんに頼んでエアコンや掃除機洗濯機ももらったらどうなんだいさすがにそこまでは頼めないよ僕の両親が咎めるからねでもいただけるって言うんであればぜひいただきたいねあっち先はこちらもらう気満々で草生える 空き地が増えてカツオも喜ぶサザエに「タダでもらえるなら何でももらってきなさい」ってきつく言われてるんだよウイルス以外じゃんじゃん